今ね、婚姻勢力が、徳川、北条、島津、毛利家になってますね。徳川ちょっと最近なんか切れ気味だけど、一応まだ婚姻同盟は継続してます。で、敵になったのが上杉と、まあ、一瞬で滅んだ宇喜武と、あと長宗我部家だね。で、一応同盟だけど、もうすぐ同盟切れるかなっていうのが大友家になるんですが、大友家はもう少しで多分同盟長が結べるので、まあそれ結んでしまえばしまいっていう感じかな。もしかしたら今回で全クリできるかもしれないね。やっていきましょう。はい、今ね、長宗我部の城があと1個になりました。滝川一益の軍4万5000で潰していきましょう。大友家からもちょっと攻められそうな雰囲気があるんですが、先に打ちがつくと思いますんでね、これは取れるかと思います。はい、着きました。早かったね。着 いた。方位で87。まあゆっくりやっていきましょう、最後はね。長宗我部はこれでおしまいかな。はい、上杉家は戦場が狭いけど、まあ勝てるでしょう。はい、開けていく。そうしたらもう数の力でもう一回ね、出していくしかないかな。進め。はい。はい、柚木城を兵糧攻めで落としたぞということで、これで長宗我部元親も滅ぼすことができました。 いやー、ここまで来るとやっぱりもう、あとは力技できるって感じかな。これで西に敵が今のところなくなった状況だね。大友家とは同盟関係なんで、同盟の適用されなければ、もう西は盤石って感じですね。あとは東の上杉ですが、あと2つの城ですね。さあ、ここも時間の問題かと思いますので、やっていきましょう。はい、会津城も落としたということで、これで上杉家を滅ぼすことができました。いやー、今回破竹の勢いですけど、本当にね。はい、最上義昭とかも仲間になりましたね。これで解散してって、今の状況がこんな感じです。いやー、 感無量ですね。これでね、今あと毛利と島津と北条徳川同盟組んでます。残す敵というか、まあ同盟結んでるのが大友家になるんですが、あれ、総武事例って出ないんかな。確か過半数を取ってたら出るんですが、あ、100の城じゃちょっと足りないんかな。進めていきましょうか。これでクリアかなと思いきや、そうもいかなかったと。そうはね、問屋を下ろしてくれませんでしたので、まずね、どっかの勢力に攻めなきゃいけないという状況ですね。今ね、状況としましてはこんな感じです。残ったのが明智、北条、徳川、毛利、大友、島津となってます。で、兵力で見たときに、島津家が一番ね、劣ってるんだよね。島津家ね、一応ね、うちの明智茜ちゃんを嫁に出したんだけど、島津家とまず手切れかなっていう状況かな。やっていきましょうか。はい、手切れということで、島津家に手切れをして攻めていきたいと思います。悪く思うでないぞということで、さあ、明智茜ちゃんって今どうなってんのところで。 うちにいた姫武将なんですが、島津家にね、嫁いでたんですよね。いるかな？いないね。ってことは向こうにいるんか。全勢力の島津家の武将で、女性で見ればいいんかな？あ、こっちに、向こうにいる。戦うことになるんから、しょうがないね、これはね。はい。ということで、島津家に攻めていきましょう。宣戦布告。はい。我が軍略、お見せしよう。さあ、徳川家、あ、ついてくれたね、今回力はをね。貸すぞ。はい、うちにはね、もう島津家以外の全勢力がついてくれました。さあ、このままね、一気にひね潰していきたいと思います。多分ね、もう数で押し切る感じになりますんで、結構カットしていこうかなと思います。この城もらい受ける。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。この城もらい受ける。立ち貸す。ここから立ち退きを立ちあげろ。人脈をやってやろうじゃねえか。あ、当家の意は天下に届いております。武家の棟梁として総無事令を発し、戦乱の世に幕を下ろしますか。ということで、来た、総無事令。長かった。 ちょっと待って、これ一回罰しよう。今、島津家の、城をですね、攻めてまして、あっという間にね、残り3つになりました。これね、大友家とか、毛利家からね、城を借りつつ攻めてったんですが、まあもうね、物量で押し切れるっていうところなんでね、そんなにこう見どころはなかったのかなと思います。で、明智茜ちゃんね、うちの姫様がまだね、島津家の武将として活躍中でございますので、
明智茜コリンねこの子を取りに返すためにね、島津家を滅ぼしてから総武寺で出していこうかな。うわやっと終わる皆の力合わせよう。はい、最後の城になると思います。格闘寺を落とすことができました。うわ島津家が滅亡いやー島津家にね明智家からの九州討伐が来ましたね。はい、これで無事ね明智茜ちゃんもこっちに帰ってきてくれたですね、くれました。で、続いて島津家久がね一問になってますね、うちのねさてここまで来ました。いやー長かった本当に。そう無事例を出して終わっていきましょうか。でまずこのターンを終わらせまして、はい、時期的に慶長元年冬ということで、1596年12月、関ヶ原の戦いがね1600年だったと思いますので、いや4年前に終わることができましたね。このマークを押して終わりたいと思います。いやーお疲れ様でした。当家の意は天下に届いております。武家の棟梁として総武事例を発し、戦乱の世に幕を下ろしますかということですね。羽柴秀吉が明智光秀に言ってますねねえゲームだからね、どうなるか分かんない時代はね。はい、エンディング移行します。いやー終わった新たに敵対する勢力はなくなりました。明智家のもと天下は統一されたのです。ということで天下総武事ということでね、総武事例は天下総武事例とも呼ばれる。総は総と同様の意味、すべてという意味である。すべて無事ということでね、戦したらあかんでということですね。はい、あ、言ってくれてね。無事は人を禁じる意味、ことのない状態であれ何もするなという意味にも取れる。この乱世、戦より他にすることもなし、天下総武事ともなれば何もできるものも多かろうな。それで良いのでございます。何をなすにも殿の許しを得ればならぬ、それこそが殿が天下人たる証にございますと言ってるのが秀吉っていうね、もう感慨深いですね実はね明智光秀ではね秀吉に殺されてますんでね。そうだな、この総武事例こそ我が力の証、乱世で最も大きな力を持つ者、それは戦いの勝利者に他ならぬということ。我こそが天下の主、我にそのことも我が意を得ぬ者も許さぬ。総武事例はこれに背く者が滅ぼされるという武力が示されていなければ効果を発揮することのないものである。まあそれだけね大きな力を持ってないと死闘の禁止なんてね大きなことはできないということですね。あらゆる戦いに勝利する力を持ちながら無駄な血を流すことなく武力を抑止力として行使する支配者、それが乱世という戦いが長き戦いが生んだ近代的な時代の指導者であると言えるのではないだろうか。終わりましたいやー長かった同盟統一ということでね、はい、なんとかね明智光秀がね生きてるうち統一できたという安心感が非常に大きいです。1582年の織田信長のね、あれですね、夢は幻のごとくのシナリオで始めてます。はい、まずはね当初はね、秀吉柴田勝家織田良家と秀吉から、まあ、明智本院も組まれてたという状況ではございますが、なんとかそれを跳ねのけてね、少しずつ倒していったというところですね。1583年1年間ぐらいだと、ま、全然まだね近畿の方動いてないね。やっぱりこう防戦一方だったんだよね。2年経っても同じぐらいか。いやーこの辺は本当にこう防ぐことに必死でね、なかなかカウンターができなかったんだよね。あ、1585年でもダメなんだ全然マップが動いてないねずーっとここ1個、あ、これ マウス見えないかも。城が1個のままで、1587年、開始から6年ぐらい経っても動きがないですね。7年ぐらい経ってやっと、あれか、柴田家じゃなくて、7年ぐらい経ってやっと織田良家と鈴木家を滅ぼして、柴田家を滅ぼし、清須織田家も滅ぼして、姉が工事をついでにね従属にして、で1593年秀吉を滅ぼしたとこはやっぱり景気でしたね。こっからが早かった。いやーそっか、1593年なんだね、秀吉を滅ぼしたのね。そっから3年ぐらいで、上杉長宗我部浮田秀頼と滅ぼすことができて、最後にね、島津家を滅ぼしたというところで総武事例、同盟統一というのを果たすことができました。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございましたかなりでパート27、8ぐらいまでいってると思います。長かったと思いますが、本当にありがとうございました。よかったらね高評価、コメント、チャンネル登録の方お願いいたします。ここからねちょっとお見せできませんので、終わりたいと思います。ではありがとうございました。バイバイ。